年末2023年最終の釣りになります。和歌山の京栄丸さんでイサギ釣り狙っていきます。ケイゴ、俺これ見て、これな、これオサムくんが作ってくれてんけど、これな、これやばない？やばい、やばい、まだ分かってへんやろ何に使うか。ここに置くんでしょ。そうそう、俺だけ。昨日オサムくんに会った時、これ今から作らなあかんすわとか言うなって。オサム氏が作ってくれたやつな、これ。これでも落ちん、最高やん、めちゃくちゃかっこええやん。これで魚とかもさばけ、これでも低いもんな。え、恥ずかしいですよ。そんなにかっこいいない。で、荷物全部積もう。 B1.5 号でリーダーは25ポンド巻いてます。今日の仕掛けはこれですね。ダイワハリス 3.5 号の4本針。今日4本針なんや、これ。よっしゃ、時刻は6時40分到着。おっちょ、今日は風8メーターあるからちょっとうるさくて聞こえづらいかもしれんけど、用意していきましょう。水深が35メーターです。だいたい深さが35メーターで、魚がだいたい下から、そこからだいたい5メートルからだいたい12メートルぐらいの間です。寒っ、めっちゃ寒いな。それで一回落としましょう。よし、行きます。2匹ついてるわ。よっしゃ、よっしゃ、2匹ついてる。ちょっと吐きそうや。釣りかかってるわ。あんまチューブラリーにしとったら外れるで。あの水面上げた瞬間、そう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 、せーの、オッケー、おめでとう。初やね。大きかったらもう網で入れてな。それ小さいけど、なんか2匹ついてる。肩小さいよな、小さくない？これ映ってますよ。これあのあれやね、GoPro の電池変えてたから何メーターか分からない。トリプル警護、すげえやんか。釣れる、これも絶対釣れると思う。絶対とかないけど、ほらな、ちょっと安くなった、酔いマシになった。あれ効くな、やっぱ。そうやろ、もうあれはよう効くわ。35メーターぐらいからで、あの尺って1でスローマ規則。あ、そうです。なんか後ろの人ずっとそれで釣れてる。釣れてくる感じですか？めっちゃ釣れてるんですよ、後ろの人。安くんゲッチュ、これ痛いやろ、これで。なんか口広がってんな。こっち釣れるはずやねんけど、こんだけ映ってたら。ねえ、いや、これでも40ないっすよね。何メーター？30やったね。
30あるんかな。ないっすね。はい、はい、撮ります。はい、待って、こうなるんですよ、まあ、この網やった。ちょっと待って、戻ってください。40メーターから上やな。あ、取れた。これ56センチって書いてる、あのイサキちゃうかな。56センチって書いてんね、ここ。これだからな、イサキ狙ってんねん。これも大きいと思うわ。30。すくうほどのあれでもない。ねえ。いいね、もう。いや、もうすぐ落とし直したら来るっすよね。こんなん最高やで。ほら、いっぱい映ってる、また。打ってくるじゃん。ほら、来た。でかない、マーニー。でかない。47。うわでかい。なんかそのうち切れんで、針、糸。よいしょ。あ、針結構切れてるわ。針線一個なくなってるわ。お疲れ様でした。まあ昼過ぎかな、1時やけど、ご飯食べて帰って魚さばきますよね。え、魚もちろんもちろん、うん、そこまでが釣りやからね。ケイゴめっちゃ嫌そうな顔しとったやろ。嫌そうやった。え、あいつ何も言わんと行くんですか。あれひどいっすよ。息吐かれるようにしたんちゃう。なんか一言だけやばいよ。インフルエンザってこと。目なんかもうギンギンでやばいわみたいな。このサイズはもうフライの方がええよな。紐のサイズがこれぐらいにしよっか。
内臓脂肪たっぷり、すごいな、これ脂肪、これが冬だからこんだけ、これからやって、春ぐらい、オッケー。